国鉄滝35000経過車は1966年から製作された日本国有鉄道に車席を有したガソリン専用の35トン席タンク貨車である。同一の車体構造で同時に製作された石油類専用タンク車滝45000型についても本項目で解説する。国鉄発の35トン席ガソリン専用タンク車。 多岐 9900K の後継形式として開発された新設計の35トン積ガソリン専用タンク車である。従来、車両メーカー各社がおの別のべに開発を進め、多数の形式、仕様の車両を共作していた体制を見直し、メーカー間で仕様を統一する標準設計方式を国鉄貨車で初めて取り入れた形式である。簡素な構造で、 荷重拡大が可能となり、煩雑な製作工程や、構造上の欠点が、顕在化した、多機9900型に代わって大量に製作された。35トン積、ガソリンタンク車の事実上の標準形式となったほか、工作が容易であることから、本形式の構造は、多数のタンク車に応用され、種々の派生形式が開発された。 TR41C 型台車多機9900型で用いたフレームレス構造を配し、重量を省略した大枠上に対抗性高張力項を用いて軽量化したタンク体を搭載する方式を採用する。タンク体は中央部が自家円柱形状、両端部が車端に向かって径が小さくなる円錐形状の異形道で葉巻型と形容される。 重心を下げるため、タンク体中央部は、大枠中央部に落とし込み、タンク体は、前後の受け台と、大枠側両中央部の側受けで指示される、構造である。各部の使用は軽量化と、強度確保が図られ、大枠付けの構造でありながら、次長は、約16.0トンに抑えられ、多機9900型より、約1.5トン軽量化された。 全長は 12,620mm で、多機9,900型より、わずかに短い。外部塗色は黒色である。積み込み設備として、マインホールをタンク帯上部に設ける。従来車にあった上部ドームは装備せず、2個の安全弁はタンク帯上部に直接設置される。取り下ろしは、タンク下部中央に設けた、図出管を用いる、下出し方式である。 台車は当初、平軸受け、重ね板バネの枕バネを持つ、ベッテンドルフ式の TR41C 型を装備し、後年製作の車両では細部を改良した、TR41G 型、TR41E 型などに移行した。ボギー中心間距離の短い滝45000型では、走行安定性向上のため、枕バネのコイルバネか、 オイルダンパ併設を1976年から全車に施し、台車形式を TR41DS-12 に変更している。ブレーキ装置は赤空切り替え式の自動空気ブレーキを搭載し、車体側面に足踏みテコ式の留置ブレーキを備える。最高速度は時速 75km である。本系列は標準形式として大量に制作され、 石油専用列車の他にも一般の貨物列車に並結され地方の小規模輸送所などへの運用も多数存在した。一時は日本オイルターミナル所有の車両が両形式に存在し、多岐4万3000型と同一の青15号塗色で使用された。新日本石油、昭和シェル石油、モービル石油など所有者は多数に上るが、石油会社が タンク車を直接所有する輸送体制は本系列が事実上最後となり、後継形式である、多機4万系、多機3万8000系以降の形式では、日本石油輸送、日本オイルターミナルなどの専門輸送業者が所有する体制に移行した。近年では、輸送単位の大型化、集約化が進み、運転速度向上の要請や老朽化、多機1000系の政作による、 取り替えの進行などで急速に淘汰が進んだ。2006年度末の在籍数は2形式合計357両にまで減少している。残存者は需要の増加する器に臨時輸送用に用いられるほか、米軍横田基地向け燃料輸送用として、ハイジマタイアス全艦で運用された車両が存在した。これは、米タンと通称される運用で、 従前から用いていた滝3000型を置き換え、1996年頃から使用されていたが、一時期滝38000型に代替した後にこちらも滝1000型に置き換わっている。35トン積のガソリン専用タンク車である。1966年8月30日から1973年10月26日にかけて1108両が、 日立製作所、三菱重工業、日本車両製造、富士車両、富士重工業、飯野重工業、川崎車両、汽車製造、帝国車両工業、東急車両製造、新潟鉄工所の11社で製作された。落成時の所有者は、日本石油輸送、三菱石油、モービル石油、エッソスタンダード石油、日本魚毛船具、ゼネラル石油、 日本陸運産業、日本石油、昭和石油、大京石油、シェル石油、共同石油、法年船油、石油二役、九州石油の15社であった。その後の石油業界の再編により、様々な名義変更が行われた。標準設計車であり主要部の仕様に大きい変化は、ないが、製作途中から、留置ブレーキが、車体の両側に装備されたほか、台車も、 細部を改良した、種々の形式が用いられる。一部には、二0設備に改造を施し、特殊品目輸送に対応させた車両も存在した。1979年10月より化成品、分類番号、年32が表記された。図色は、黒または青15号であり、全長は 12,620mm。 全幅は 2720mm。全高は 3724mm。台車中心間距離は 8820mm。自用席は47.9立方メートル。自長は16.0トン。換算量数は、席車5.0。空車1.6。最高運転速度は、時速メートル、台車は、滝3 5 0 0三万六千七十九が、 ベッテンドルフ式の TR41C、多岐36,080多岐36,099が TR41G、多岐36,100以降が平らじ受け、コイルバネ式の TR41E-12 である。1987年4月の国鉄分割民営エカには1,091両の車席が JR 貨物に継承され、 1995年度末時点では974両が現存していたが、2009年度に最後まで在籍した90両が廃車となり、同時に形式消滅となった。35トン石の石油類専用タンク車である。1966年9月22日から1973年12月19日にかけて589両が川崎車両。 日本車両製造、富士重工業、新潟鉄工所、日立製作所の5社でにて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号高前知事、小滝と表記する。C 重油など高比重、高年度の油種を輸送するための車両で、このため対抗性、高張力構成のタンク体内部には、取り下ろし時に、積み荷の流動性を確保するため、タンク内部に、 高圧蒸気を通す、加熱管を装備する。またこの保守点検用に、タンク端の鏡板には、大型の点検外を設けた。これら付加装備があるため、自重は、多岐3万5000型とほぼ同等である。落成時の所有者は、昭和石油、モービル石油、エッソスタンダード石油、日本魚毛線具、シェル石油、日本石油、大凶石油、共同石油、 日本石油輸送、キグナス石油の10社であった。その後の石油業界の再編により、様々な名義変更が行われた。1979年10月より火製品、分類番号、年31が表記された。後年、重油の輸送需要減少で、大量の余剰車が発生し、一部は、多用途向けに改造された。改造の詳細については後述する。 塗色は、黒または青15号であり、全長は 11300mm、全幅は 2720mm、全高は 3825mm、台車中心間距離は 7500mm、自用席は41.1立方メートル、自長は16.0トン、換算量数は、積車5.0、空車1.6、最高運転速度は、 時速 75km 台車は、ベッテンドルフ式の TR41C、TR41G と平軸受け、コイルバネ式の TR41DS-12、TR41E-12 TR、e、である。1987年4月の国鉄分割ミニエカジには479両の車席が JR 貨物に継承され、 1995年度末時点では374両が現存していたが2008年度に最後まで在籍した12両が廃車となり同時に形式消滅となった。本系列は工作が容易で多岐9 9 0 0系のような郷土上の懸念も少ないことから本形式の設計を応用した各種の形式が製作された。本節では 主な形式を取り上げる。ありがとうございます。